やらないか。インベスティゲーター続きをやっていきます。前回あいつに襲われたところで水が一気に流れ込んできて、二人ともいっぺんにバッシャーンだったのかな。俺はなんとか助かったが、あいつはどうなったかは知らない。まあやっていきましょう。水浸しだな。こっちの方か。これは薬か。あれは抹茶熱いやつだ。なんだか、広い場所に来た。これが他のアクションゲームであれば、ここはボス戦になるな、絶対に。明かりが見える。何でしょう。焚き火か。誰かがいるってことだよね。いるっつうか、いたってこと？はあ。随分と素敵なおしゃれな部屋ですね。ん？なんか奥の方が見えるんじゃない？これ見えねえ。うん、何もない。お？похоже на предохранитель。ヒューズか。何に使うんだ？これは？スイッチ。いいね。ネクストステージはあっちか。どんどん進んでいきましょう。こんなところに長居はしたくないからな。うん、誰もいない。お？ずいぶんと明るい部屋に来ましたね。血が垂れてる。ふんふん。懐中電灯が欲しいところだが、そういうアイテムはない。この中に入るんでしょうね、きっと。そんで、この扉を開けて、奥に行くっちゅうわけだが、開かない。ってことは、まずあの部屋に入る必要があるというわけだ。だが何も手がかりは。おっと、こんなところにマッシュルームがある。うんうん、これだ。さっき拾ったヒューズをまずガチッとはめる。あともう一個いるんだ。でもう一個っつうのがあの部屋の中にあるんだけれども、入る方法はない。なのでこれだ。マリオになろう。トゥルトゥトゥルトゥ。まさかこのゲームでさ、アクション的な要素があるとは思わなかった。トゥル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 トゥトゥって感じでしょ。トゥ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 。ここ換気口の中入るとアウトラストを思い出すな。あれもトラウマになってるからな、あのゲーム。うう、こんな感じ。で、あ、そっか。ヒューズ。похоже на предохранитель。そんで最後の一個のヒューズをあそこにはめ込んでやれば電気が通ります。OK。これでドアを開けることができるだろうというわけなんで。この部屋に戻って、スイッチを押そう。これで開いた。
そんじゃどんどんやっていきましょうか。マジックマッシュルーム。食ったら やばいやつ。よいしょ。おう、これも随分と明るい場所っつうか、これはなんだ、檻か、牢屋。一体ここは何なんだ。牢屋。ああ、積み上げられてんな。こっちから行けるっけ。よいしょ。あ、行けない。ここを登ってけって。よいしょ。よいしょ。よし。落ちた。これむずくない？これむずくない？ちょっと。なんだこれ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。おれ。あ、なんだ。ジャンプ。おう。おう、いける。ああ、いや、バイブってる。あ、出られた。ああ、行き過ぎ。行こうか。とても綺麗なんだけど、ああいうところがインディーズっぽいところ出てますね。行きましょうか。下には行きたくない。上に行こう。上っつうか、これ何、屋上。誰もいないよね。おう。嫌な感じ。ああ、誰かいる？いない？オッケー。エレベーター。結局下に行くんかい。だったらおとなしく階段降りた方がよかった。ああ。ああ、雲ランド。雲しかいねえな、これは。ブルーライト？なんだか研究所っていう感じがするな。ああ、おう、なんかいる？上に。おい、おっさん。生きてるんかい？ふぅ。雲。雲しかいねえ、ここ。なんなんだよ、まったく。ここかな？動かない。あー、またこう、ね、登っていけと言わんばかりの配置。わかったよ。落ちないようにそーっとの、ね。うん。怖いね。よし。マジか。最後までご視聴ありがとうございます。高評価忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。それじゃまた。